こちらイギリスのニューベリー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。インティカム、これはいいスタートを切りました。マニックワード、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してインティカム花に立ちます。その後ろからはマニックワード、この馬も上がっていく構えです。さらにはアルクリスタル、4番宇治山ロッキー、その後ろ。前に戻りましょう。先手を取ったのはインティカム、黒の帽子宇治山ロッキー、その後ろ。その外からグレートメガトン、内からはマニックワード、待機シャトル、好位をキープ。これに続いてアルクリスタル、プロドリーマー、そのうちに続いています。内からはコンサートスタイル、その外からプレシャスジハード、内からはアースボールド、本馬、そのうちに続いています。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。それでは先頭から宇治山ロッキー、先手を取りました。前は宇治山ロッキー、グレートメガトン、先頭に襲いかかってきました。3番手にパイキシャトル、絶好の手応え。さあパイキシャトル、このまま逃げ切れるかどうか。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭はパイキシャトル、パイキシャトル先頭、ここから引き離しにかかります。2番手はインティカブ、これは強い。2番手はグレートメガトン、待機シャトル、この馬で決まりか。待機シャトル独走、待機シャトルぶっちぎりです。待機シャトル1着、2着はグレートメガトン、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。待機シャトル、まさしく日本が世界に誇れる馬です。